はい、木の店沢木です。木肌の一枚板ですね。結構ね、幅狭い感じでね、その割にはそこそこね、厚めの板になってます。サイズの方が長さが2050、そしてこのね、端のところが一番狭くて230、そしてだいたいこの板のね、真ん中のあたりが300なんですね。で、こっちのまた反対の端のところが、まあ、一番広くはなるんだけど310ですね。まあ、そういうふうな感じの板ですね。だいたいまあ、20-30センチというふうな感じのね、台面の広さになります。そして厚みの方が58ミリになります。ある程度こうまっすぐでね、上の方がちょっとねすぼまってる感じなんだけど、形はなんかこう素直でね、真ん中のところにねこうちょっとね生き節が1個乗ってますけど、赤みがね、しっかりね、両側までギリギリまでね乗っかって、で白鷹がちょっとね 1-2センチぐらいですかね、両サイドね同じような感じで耳白で入ってますね。で芯からもねまずある程度離れてて、まあ、そんなにね大きな木ではなかったのかなというのもね分かりますよね。木取り的には同じような感じでね、末口元口ね同じようなところで切り出されてたね、本当にこう安定した感じのね、木肌の板になってます。台弁のねこのちょっとこう茶色っぽいところとね反して、結構甘皮の黄色いね、色がねぐっとこう残った面皮になってますね。こっちもね結構黄色っぽいのがね残った感じでね、この耳の部分がね、まあ、塗って、ね、どういう風な感じに仕上がるのかは、ね、こうちょっとこう楽しみなとこですね。その辺なんかこうねどういう仕上がりになるのか、耳の部分は楽しみなところです。それではね、オイルの方ね塗っていきましょう。まずは反対にして木裏から塗っていきます。木裏の方は、まあ、ちょっとね芯に近づいていって節がねちょっと多めにはなっている感じだけど、木表とは それほど大きくは変わってないのかなと思いますね。芯に近づいた分でまたさらにこう木が少しね真ん中に寄ってっていう感じですね。はい、本当に木肌らしいね色味になってて、赤みの色も素直でね、こちら側を表面でね使ってもまあ全然いいのかなと思いますね。木裏の方はね以上になります。あとまたね反対にして今度は木表の方を塗っていきましょう。
シンプルなねこのダイメント結構ねいい感じのあのオイル塗ってね薄いチョコレート色になってね本当木肌らしいあの赤みの色が出てますね。メンカーの色がねもう本当もう黄色の蛍光色みたいな感じにね仕上がりましたね。今ね塗ったばっかりでねかなりその辺がこう際立って見えてるのかなと思います。ずっと派手な感じでは残らないかなと思うんですけど今ねこう塗ったばかりのところ見るとね本当にすごい派手なね、面革になってますね。それだけでも本当にこう珍しいね感じに見えます。そうですねこちら側の面革の方はねそれほどではない感じですね。ちょっとこうね黄色い感じがね残ってるぐらいでね、はい、おそらく向こうもねこんな感じであの落ち着くのかなとは思うんですけどね。幅も狭いね板でカウンターでももちろんねあのちょっとしたこうカフェカウンターみたいな感じで、キッチンのこう付け台感覚のね、そういう風な感じで、カフェテーブルみたいなそういう使い方でもいいと思うし耳の形も結構ね角度がこう、ね、直角に近い感じでついてるので、玄関の式台なんかはねあのいいのかなと思いますね。落ち着いた感じのこうちょっとね無機質に寄った感じの玄関だとその中にこういうねあの無垢の1枚がねこうスッとね置いてあるだけでもだいぶ雰囲気あの演出してくれるのかなと思いますね。そんなにこうデコデコしてなくてねあの素直な感じ で比較的厚みも保っててねで幅はそんな広くなくて、まあ、あの上がり段にちょっとねなるくらいなそういった感じだとねあの玄関の式台小上がりの式台とかね、そういうのには向いてるのかなと思います。木肌のね一枚板、オイル仕上げをしました。メンカーのこのね蛍光色みたいなのが目立ってますけどね、はい、それでもまあ全体的な雰囲気はねなんかこう、ね、しっとりこう落ち着いた感じのねあの赤みの色になっているので雰囲気あってねなかなかいい感じのね、一枚板に仕上がったかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。